はい、おはようございます。おはようございます。これいつまで回ってるの？いつまで回ってるかというと、ともいがいいというまで回ってます。これはってことはいつでも止まるってこと？そう、いつでも止まるってこと。僕がボタンを押したら、ボタンはここにあるのかな。これはある鉱物のなんていうの、結晶構造っていうのかな、なんですけど、何であるか分かる方いらっしゃいますか？ルカちゃんは分かったらしい。5秒は上げます。 1,2,3,4,5、答えはダイヤモンドですね。やっぱりやっぱりとか言って、じゃあ言ってくれよ。だってさ、あんなダイヤモンドあるの？うん、世界にあんなダイヤモンドあるわけないしよ。ちょっとダイヤモンドはですね、まあ、動いてるとちょっと分かりにくいので止めてますけど、ほら止まったでしょ。ダイヤモンドは、地球の内部のマントルという層で、非常に高温高圧の状態で生成されると、まあ、それだけじゃなくてさまざまな条件が揃って、それがですね、急激に、例えばマグマの噴火などで急激に地球の中心から表面の方に押し出されたときに、まあこのような形になっていくというふうに言われています。で、なぜダイヤモンドが硬いのか、まあ天然の鉱物の中で一番硬いと言われているんですが、なぜ硬いのかというと、私も別に物理とか地質学の専門家ではないので、にわか勉強なんですけど、どこ行ったっけ、ですね、この原子のこのポチが原子なんですよね。丸が原子なんですよ。炭素の原子で、それが正四面体を作ってる。この赤い部分が正四面体なんですよ。わかります？三角形が 1,2,3,4 ぴったりくっついて正四面体を作っているんです。でもさ、中に入ってるじゃん、丸。そう、そう、正四面体の中心にその原子が1個あって、そこからいろいろつなげてるんだ。そういうこと、そういうこと。そこから電波がつながるような感じ。電波とはちょっと違うんですけど、まあ、その正四面体がさらに、非常に幾何学的に理想的な角度で全く歪みがない形でつながっているためにものすごく硬くなるっていうことらしいです。ってことはそれ、はい、そのオレンジと青がくっついたのがさっきのダイヤモンド、うん、そういうことね。そういうこと。 それの大きいバージョンがダイヤモンドになるってことね。で、同じ炭素から作られているものでも、ダイヤモンドにはならないものがありますね。黒鉛、グラファイトって言うんですけど、まあ、簡単に言うと鉛筆の芯ですね、はい、同じものでできてますが、結晶構造が違うので全く違うようになるんですよ。で、なんでこういう話をしているかというと、今ですね、アブラハム契約というシリーズで、今回が18回目だったっけ、ちょっと戻します。うん、そう、18回目なんですよね。で、これはアブラハムの人生を追っていくシリーズなんですが、まあ、今日が、まあ、クライマックスで、一旦今日で、終わりにしようと思います、このシリーズ。実際にはアブラハム契約はその子供たちにどんどん受け継がれて、子孫に受け継がれていくので話は続くんですけれども、まあ、だいぶ長くやってきたので一旦ここで切って、またそのうち続きを話していくっていうふうにしたいなと思ってます。今のところは来週になったら気が変わってるかもしれませんけど。でですね、今日はそのクライマックスでアブラハムが息子のイサクを捧げなさいと言われる、まあ、そういう有名なシーンなんですが、アブラハムの人生は本当に神様の試練がたくさん与えられて、そしてその中でたくさん失敗もし、そして失敗する中でもアブラハムは神が恵み深く、そして真実な方であるということをこの何十年もの人生の中で学んでくるわけですよね。で、それはまさにダイヤモンドが高温高圧でその、結晶構造が作られていくように
順化されていくように、アブラハムという人物の信仰も神様のその試練の中で順化されていく過程なわけです。でそれは私たちの人生にとっても言えることなわけですね。で今日の場面はまさにその神様にとって総仕上げのような、そういう場面、アブラハムにとって、まあ、言うなれば卒業試験のような、そういうクライマックスの場面を迎えるわけです。でそれはまるでですね、先ほど言ったように、アブラハムがダイヤモンドになるためにマグマによってダイヤモンドが一気に、地上に押し上げられる、そういう、ことがなければダイヤモンドにならないように、この場面で神様がアブラハムを大きな大きな最後の試練に合わせる、そのことによってアブラハムが本物のダイヤモンドのような信仰者に、なっていくという、そういう場面なわけですね。さて、で少し復習をしますけれども、まあ、いつもやってる復習なのでもう耳たこの人はいると思いますけど、アブラハム契約というのは神様が4000年前に生きていたこのアブラハムという人物を選び、土地と子孫そして祝福を与えるよと約束されました。そしてこの祝福があなたの子孫を通してこの全世界の民族に伝わっていくんですよということをアブラハムに約束された。でそれはですね、このアブラハムのアブラハムとの契約から、この契約が息子のイサクに継承され、そしてヤコブ、そしてそこからイスラエル民族が生まれ、その先にイエス・キリストという全世界を救う救い主が出るんだ、そういう形で神様が約束された全世界の民族があなたの子孫によって祝福を受けるという約束が成就するということが、まあ、神様のこの人間を罪から救う救いの計画なわけです。それのプロジェクトの最初の、始まりがいわばアブラハム契約だというような表現をしても、まあ間違いではないと思います。でここまででアブラハムは神様の導きに従って、言われるままに、その導かれるままにカナンの地というところに入り、与えられると約束されている子供を待って何十年も待ち、まあ、その中でいろいろ間違った判断もあるんだけれども、神様が真実な方で約束の子イサクを与えてくださった。そしてこのイサクから多くの人が生まれ、そして祝福のこの救い主が生まれることになるわけなんですが、ここで神様が理解不能なことを突然おっしゃるわけですね。それが今日の箇所なわけです。じゃあ、御言葉を読んでくださる方いらっしゃいますでしょうか。創世記22章1から2、5から6、9から18節。1、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。中略。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供はあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀等を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。中略。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、
アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子の、その子に下してはならない。その子に何もしてはならない、うん、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。今日のお話のポイントはこの2つです。イエスの死と復活の方を発見しようじゃないか。 今読んでいただいたこのアブラハムが自分の一人子を捧げるというのは、やがて来たるべきそのメシアの死と復活を象徴する型になっているんだということを、御言葉を追っていきながら確認していきたいと思います。もう一つは、じゃあそれが私たちにとって何の意味があるかというと、私たちは捧げるということによって、少なくともそれが一つの要素となって、私たちは精錬されていく、私たちの信仰は捧げることによって精錬されていくということを学んでいきたいと思っています。で、まずそのこのアブラハムがイサクを捧げるという話とイエスとどんな類似点があるかっていうことを、この5つのポイントで確認していきたいんですけど、この捧げるときに何を捧げたのか、どこで捧げたのか、どのように捧げたのか、誰の意思で捧げたのか、そしてその結果どうなったのかという点でちょっと確認していきたいと思います。で、この旧約聖書の今を読みした読んでいただいた箇所と新約聖書の箇所を全部一つずつこうマッチして説明していこうと思って最初に準備したんですが、そうするとものすごく煩雑になってしまったので、ちょっとシンプル化してしました。だから全部一つ一つ御言葉をですね、ここで出すということはせず、まあ、必ずここは、見ていただきたいというところだけ出すことにしました。しかし旧約聖書の今読んだ箇所はちょっと見ていきたいと思います。まず、最初からいきますが、一節、これらの出来事の後というのは、アブラハムがこのイサクを与えられて、そして、まあ、いわばですね、このさまざまな試練の人生がようやく安定したかなっていう頃で、で伝承によるとイサクが生まれて30年ぐらいは経ってるんですね、これね。ユダヤ人の伝承ではもうイサクはこの頃30歳ぐらいになってるんです。だから時々絵とかでですね、アブラハムが捧げるのが幼子だったりするんですけど、そんなことはないんですね、おそらくは。なのでイサクは大人、それを覚えてるんです。で、神はアブラハムを試練に遭わせられた。まさに先ほど言ったマグマのようなことが起こったというふうに思っています。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。何を捧げたのかというと、あなたの愛している一人子です。で、新約聖書でも神は私は一人子を捧げ、あなたのために与えた。神はその一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださったというのが、ヨハネの3章16節有名な御言葉として示されている。神様はこのアブラハムのイサクの捧げるこの行為によってご自身が何をしようとしておられるのかということを、まず歴史の中で
まあ、いわば演じさせているというふうに言ってもいいかもしれません。それについては後でもう一度述べますけれども、そしてそのイサクをモリアの地に連れて行けっていうんですね。でモリアの地っていうのはどこかっていうと、これがどこでっていうポイントなんですが、モリアの地っていうのは後にソロモンの神殿が建てられ、そしてソロモンの神殿が壊されてから、さらにもう一つ次の第二神殿っていうのが後で建てられるんですけど、でさらにその第二神殿がイエス様の時代の神殿なんですよね。でちなみにイエス様の十字架っていうのはその神殿から、1キロ以内ぐらいの距離にあるところ、つまりこのアブラハムがイサクを捧げたところっていうのは、まさにイエスが十字架にかかったのとほぼ同じエリアなわけですよ。神様がその地を私が示す地に、私が示す一つの山でっていうふうにおっしゃったのには、そのところに一つの神様の具体的な計画が後にあるということをすでにここで暗示しておられるように思います。そしてどのように捧げたのかというと、先に進みますが、まず、すみません、2節のところで全焼の生贄としてイサクを捧げなさいと言ってますね。で、6節でも出てくるんですが、この全焼の生贄というのは、要するにその捧げる犠牲となる、まあ、例えば動物であったりする場合、完全に焼き尽くすまで、焼く。まずはその動物をほふって、ほふるっていうのはその、まあ、喉とかを切り裂いてまず殺して、そして完全に焼き尽くすということを全焼の生贄というふうに言うわけです。で後の時代になって、モーセの時代になると、これが立法の一つとしてイスラエルのその一つの規定儀式になるんですが、それもイエス様の十字架の型になっているわけですね。で、まさにイエス様の十字架というのは、全焼の生贄です。イエス様はボロボロになるまでにまず鞭で打たれ、そして手足を釘で刺され、歴史上最悪と言われたその刑を受けるわけです。ちなみにイエス様の十字架のシーンで、その痛みを和らげる麻酔薬的な役割をするブドウ酒を口に当てられるシーンがあるんですが、それをイエス様は拒否されるんですよね。それはそれを受けると、まあ、意識が少し朦朧として、まあ、痛みは和らぐんですけども、あえてそれをイエス様はされないんです。そしてその苦しみを全面的にイエス様は受け入れるということが、まあ、新約聖書の中からわかるわけですね。でイエス様が十字架にかかる最後の場面で、イエス様は完了したっていうふうにおっしゃる、その言葉がありますね。ギリシャ語でテテレスタイっていうんですけども、これは、テテレスタイっていうんですけど、これは商業用語で、請求書に対して、請求されているものに対して完全に支払い済みという言葉、それがテテレスタイ、それがイエス様が十字架の上で完了したと言われた言葉なんです。つまり罪の支払いは全てここでやっと終わったという、そういう意味を持ってイエス様は完了したとおっしゃった。まさにイエス様の十字架は全焼の生贄として、神がイエス様に与えたもの、貸したものであると言えると思います。そして面白いというか、もう一つ興味深いのは、6節見るとですね、アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせて、その一方の戸を自分の手に取り、二人は一緒に進んでいったというふうに書いてあるわけですよね。イサクは自分を焼くために備えられているその焚き木を自分で背負ってその地に行くわけです。イエス様も自分を、釘付けにするためのその十字架を背負って、そのゴルゴダの丘というところに自分で歩いて行くわけですね。でちなみに人一人を全焼させるために必要な焚き木の量
でどれぐらいかってちょっと分かんないですけど、まあ、薪ストーブを持ってる方は薪がいかに重いかって大体分かると思いますけども、まあ相当な量ですよ。だからそこからも5歳とか10歳とかそういう子供に負える量ではないっていうことが分かりますね。すごく、力のある大人でないと背負えない。だからそこからもイサクは立派な大人であったということが伺えるのではないかと思います。つまりこのようにして、イサクはどのようにというかというと、どのようにという問いに対してはこのようにイサクは、捧げられた。そしてイエスもそのように捧げられていったわけです。じゃあ誰の意思でそれが行われたかということを考えたいんですが、続き9節、2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いたって書いてあるんですね。でこれを見ると一見、アブラハムが無理やりイサクを縛りつけたかのように見えますが、それはありえないですね。アブラハムは130歳、イサクは30歳、イサクは逃げることができるんですよ、ね、抵抗することもできる。で無理やり縛ろうと思えばですね、一緒に行っていたしもべを一緒に連れていきゃいいのに、そうはしないんですね、アブラハムは。イサクは、まあ、ちょっと中略してる部分で、お父さん犠牲の動物はどこにいるんですかって聞いてる場面を、まあ、省略してあるんですけど、まあ、薄々感づいてるわけですよね。で完全に理解はできないけれども、しかし父に対するあるいは神に対する絶対的な信頼がそこにあるわけです。でなぜこんなことが起こっているのかわからないけれども、しかし絶対に父は間違ったことはされないという信頼があって、あえてその命を取ろうとしている父のその行為に従っているわけです。でこの場面をですね、新約聖書のイエス様の言葉とちょっと比べてみたいので、これはちょっと見てみたいんですが、ヨハネの福音書というところを見ると、イエス様の言葉でこういうふうに言ってるんですよね。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私はそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。時々ですね、聖書の神様のいわゆる三位一体という性質を理解しないままこの聖書を読む方が、まあ、クリスチャンでない方が見ると、いや神様は独り子を捧げたってひどいよねっていうふうに、捉える方もいらっしゃいますね。しかし父なる神が子なる神を無理やり犠牲にしたのではないんですよ。これは子なる神イエス・キリストがそれに同意し合意し、 父と相談の上で、こうやって人間を救おうということを決められているということがここからわかるわけです。つまり誰の意思でかというと、父の意思であり、そして子の意思である。それがこのアブラハムとイサクとの関係でもあり、そして父なる神と子なる神の関係でもあるということがわかると思います。さてちょっと戻りますが、じゃあその結末はどうなったかというと、10節、アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何をもしてはならない。神様が欲しいのはイサクの命ではありません。神様が欲しいのはアブラハムの自分に対する絶対的な信頼であり、自分自身の一番大切なものを捧げられますかという、そういう、テストに対するアブラハムの反応、それが神様の求めていることなわけですよね。ですから神はここでギリギリ止められたわけです。アブラハムにとってはもうイサクを完全に捧げた状態になっているわけです、心の中では。しかし神はもともとそんなことは望んでおられない。だからここで止められたわけです。そしてこのことを説明しているのが新約聖書の
これも新約聖書をちょっと見てみたいと思いますが、新約聖書では2箇所でこのことが、取り上げられているんですが、その一つがヘブル人への手紙というところで書かれていること、アブラハムについて言及されています。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですってはっきり書いたんですね。アブラハムにしてみれば、神がイサクを捧げなさいって言われおっしゃった時に、まずはてなですよね。なぜかというと、神様はこのイサクを通して子孫が生まれると仰せにならなかったかと。で、今イサクを捧げろってどういうことねんっていうことを、まずアブラハムは思ったと思います。どういうことなんだ、このイサクが約束の子ではなかったのか、ここから多くの子孫が生まれるのではなかったのか、神はそうおっしゃったではないか、なぜ今神様はそれを捧げろとおっしゃるのかということを考えて考えてたどり着いた結論は、そうか、神は私がイサクを捧げてももう一度イサクを戻してくださることができる全能の神様なんだということをアブラハムは信じたんだっていうのが新約聖書で説明されていることなんです。つまりこれはイエス・キリストの復活の型なんですというのが聖書の説明なわけですよね。イエスも死に、そして復活された。それをイエス自身が最初から予言しているわけですが、それがアブラハムとイサクのこの出来事によって描かれているわけです。アブラハムにとっての試練とは、一つは今申し上げたこの神が本当に真実な方なのかどうか、それを本当に自分の頭で完全には理解できなくても、それを信頼しきれるかどうかというテスト、それが一つと、もう一つは自分の一番大切なものでも神に捧げることができるかという、この二つの点においてものすごく大きな試練だったと思いますね。さて、思いのほか時間が過ぎているので、いつもの通り、でなんでですね、私はこのですね話を昔、学生だった頃とか読んで、なんで神様はこんなことさせるのかなっていうふうに、よく思ってましたね。でもこういうふうに考えるといいかもしれないですね。例えば、地球に隕石がぶつかって人類が滅亡の危機に瀕しているとして、その時に私がそのヒーロー的にですね、その隕石を止めるために自分の命を犠牲にするとしましょう。いかにもありそうな話ですけどそういう映画もありましたけど、でその時に私はそれが起こるということを事前に知っている場合、じゃあ後の人が、私がそれを事前に知っていたということを、計画していたということをどうやって分かるのかというと、例えば私はそれをですね、みゆきさんとか、で H 君とかにそれと同じようなストーリーで事前に、そういう脚本を書いて劇を演じてもらうとしましょう。そうすると、後になってその劇を見た人たちが、あ、坂本隆はこのことを最初から知っていたんだ、計画してんだったんだということが分かる。私たちが旧約聖書を見るときに、この出来事はイエスが生まれる2000年前の出来事ですけれども、神がそのことを最初から計画していた、どのようにして人類を救おうとしているのか、それを最初から計画していたということがこのことを通して分かる。神はそのことを、演じさせたんだと思います。しかしそれはただ単なる、面白おかしいお芝居ではなくて、その中にはアブラハムに対する、試練という、そういう側面があって、この人類救済のそのプロジェクトであるアブラハム契約の最初のトップランナーである、代表選手であるアブラハムに父が子を捧げるということがどれほどのことなのかということをアブラハム自身が体験するということが神様の願いだったのではないでしょうか。
さて、では、それが私たちに対しとって何の意味があるのか。それは私たちもまた神様によって、あなたの大切なものを捧げなさいというふうに、チャレンジを受けているということです。そしてその時に私たちの信仰は純化されていくということであります。先に誤解のないように言っておきますと、これはですね、捧げるということは、これは今すぐあなたの全財産を売り払って教会に献金してくださいとかって、まあ、言ったら、まあ、ちょっと異端の教会の仲間入りになるんですけど、そういうことではないんですよね。これはあなたの持てるものすべて、あなたが特に握りしめているものを、それから手を離しなさいということだと思います。神がそれをいつお取りになっても、あるいはそれをいつ与えても、神のご意志のままにという、そういう状態でいなさいということです。よく、例えられるのは、例えば鳥がここにですね、パタパタっと止まる。で、それをその足をギュッと押さえていれば、鳥は自分の意志とは無関係にここにとどまらざるを得ないわけですね。しかし手を離せばここにとどまるかもしれないし、飛んでいくかもしれないし、飛んでいってもまた戻ってきて止まるかもしれない。神様が何かをお取りになるならどうぞお取りください。神様がお与えになるならお与えください。そのように私たちが握りしめている、そのぐっと握りしめているその手を緩めること、それが捧げる、委ねるということだと思うんです。しかしアブラハムにこれが起こったのもですね、アブラハムが若い頃に起こったのではなくて、本当に先ほど最初に言ったように、アブラハムが多くの試練を通して神様が真実であることを学んでいって、その最終段階としてこのことが与えられたわけですよね。つまりその人の信仰の成熟度によって神様はそのチャレンジを適切にお与えになるということだと思います。で、最初から一番大切なものをなかなか下げられないっていうのが人の、誰でもそうだと思いますが、神様は、そのチャレンジを適切な形で与えてくださる。しかし話せば話すほど自分自身が楽になっていくということを学んでいくと、どんどん話せるようになって、手を離せるようになっていくんだと思います。先の話を言いますけども、お見つかりを仰せられたあなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄へとして捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイルへと名付けた。今日でも主の山の上には住まいがあると言い伝えられている。私たちが何かを神様に捧げるときに、そこには原則があって、神様はそれを戻してくださるか、戻してくださらなければさらに良いものを与えてくださるということだと思います。アブラハムの場合はイサクを戻してくださいました。そしてこの続きで何て書いてあるかというと、もう一度神様がアブラハム契約の条項、つまりあなたを祝福し、そしてあなたの子孫を祝福し、あなたの子孫を通して全世界の民族が祝福されるという約束がもう一度ここで再確認されるというのがこの後で続くんですよね。私たちが神に捧げるとき、神様は一番いい形でそれを返してくださる。で、一人一人が考えて、考えなければいけないことは、私にとっての施策とは何かっていうことだと思いますね。ちなみに私自身のことを言えば、ものすごく長い間握りしめていた遺作がありました。それは私にとっては長い間健康が遺作でした。で、
まあ、知ってる方も知らない方もいらっしゃるんですけど、あの非常に何年もの間私は目と腰がものすごく調子が悪くて、仕事を辞めたり休職したり再就職したりまた辞めたりっていうようなことを、してですね、非常に長い間ものすごい苦しい時がありまして、これが治らないと自分の人生は始まらないって思ったんですよね。これが治らないと何も人生は楽しめないし、神様これを治してくださいよっていうふうにどんなにか願い祈り暴れ文句を言い叫んだか分かりません。しかし神様はその健康でなければ人生ではないという、私が握りしめている健康というものを話しなさいというふうにゆっくりと私を導いてくださいました。そしてある時本当にそれができた時があって、神様あなたが私に健康をくださろうとくださるまいと、あなたに私は忠実に従いますと告白することができた時がありました。本当に楽になりましたね。本当に楽になりました。神様が私に病気を与えるならそれでもいい、健康を与えるならそれでもいい、あなたの御心のままに私の人生を一番いい形で用いてくださいと言えた時、本当に楽になりました。でちなみにそれから私の健康は回復に向かっています。それまでは7年以上全く横ばいでしたけど、今もまだあの完全には治ってないですけど、悪い時に比べれば半分ぐらい楽になりました。半分ぐらい楽になったっていうのはもう相当前と比べると生活の質が向上しましたけどね。でもまだ弱さが与えられていますが、しかしその健康というものにしがみついていない自分がもう本当に以前とは比べ物になれないぐらい楽になりました。神様はあなたの大切なものを取り上げてあなたを不幸にするのではありません。あなたが本当に楽になれるように手を離してごらんというふうに言っておられるなと思います。ちなみにダイヤモンドの石言葉っていうのがあってですね、はい、花言葉っていうのはありますね。石言葉っていうのはあるんですよ。永遠の絆、純潔、不屈とかっていうのが石言葉なんですよ。だから、まあ、こういう石言葉をですね、あのが、まあ、婚約指輪給料3ヶ月分って言われますけどね。ちなみに給料3ヶ月分っていうのはちょっとこの話ちょっと長くなるからもう、まあ、いい、まあいいや、ちょっと言おうと思ったけどあの直接関係ないからいいですけど、あの、まあ、婚約するときにね、あのダイヤモンドを送るっていうのが、まあ、ちょっと商業的に作られた 習慣ですけど、そういうのありますよね。それはこの石言葉から来ている、またそれが商業的に使われてそうなったわけですよね。神様と私たちの関係は、いわば結婚関係というふうに聖書では言われていますね。で神様は私たちにダイヤモンド以上のものをくださいました。それは神様にとってダイヤモンドより大切なもの、巫女の命、巫女を与えてくださいました。じゃあ神様は私たちにダイヤモンドをくれないのかというと、くださるんです。それはどういう形でくださるかというと、私たち自身をダイヤモンドのような信仰者としてお育てになるという形で私たちにこのダイヤモンドをくださるんです。そしてそれは私たちと神様の関係において永遠の絆を意味しているし、私たちが純潔でそしてどんなものにも屈しない、そういう信仰の持ち主となる、そういうものとなるということを意味しているわけです。じゃあ私たちは神様に何を捧げるのか。私たちには握りしめれているたくさんのダイヤモンドがあると思いますね。で私たちがダイヤモンドを、自分のダイヤモンドを捧げるときに、私たち自身がダイヤモンドになれるんですよ。ちょっと混乱してます、混乱するようなこと言ってますけど、私たちが握りしめているダイヤモンドは本物のダイヤモンドではありません。本物のダイヤモンドはあなた自身が神様にとって
ダイヤモンドのような信仰者となる。それがダイヤモンド。あなたの握りしめているダイヤモンドを捧げるとき、あなたがダイヤモンドになるんです。100個のダイヤモンドを持つのと、自分自身がダイヤモンドになるのと、どっちがいいか。私は後者の方がはるかにいいと思います。最後にこのペテロの言葉読みたいと思います。あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。私たちは信仰の試練を通ります。しかしそれはすべて私たちにとって益となるものであり、私たちにとって真の、幸福を与えてくれる、そういうものであるということです。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは握りしめているものをなかなか話すことはできない、あるいはあなたが私たちに語りかけるときに、なぜそのようなことを神様はおっしゃるのかと疑問に思ってしまうような、あなたに疑いを持ってしまうようなことだってあるかもしれない。しかしどうか私たちがあなたが本当に真実な方であり、私たちにとって一番いいことをしてくださる方であり、そして私たちが自分の握りしめているものを話したとしても、神様がいつも一番いいものを与えてくださるんだということを私たちが知っていくことができるように、どうぞ助けてください。私たちが手を離すことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。